マットティーパーティーのアトラクションである。原作である、不思議の国のアリス及び、鏡の国のアリスの登場人物、マットハッターイコールイカレボーシアが、作中にて参加しているお茶会が、マットティーパーティーである。ディズニー映画版にも、このマットハッターが登場し、マーチヘアー、ドーマウスと共にお茶会を開いている場面がある。このアトラクションは、映画に登場する、 このお茶会のシーンをモチーフにしている。ゲストは18台ある巨大なティーカップ型ライドのいずれかに乗り込み、運行が開始するという仮面と、ライドがそれぞれ一定時間回転を始める。中央にある円形のハンドルを回すことで、ライドの回転速度を変えることができる。最高毎分45回転。ライドがティーカップ型をしているのは前日のお茶会に由来するためであり、 アトラクション名称もこのマットハッターあるいはマットティーパーティーに由来している。名称やデザインに違いはあるものの、基本的にはいずれも同一のアトラクションである。オープン当初は眠れる森の美女の城のすぐ後ろにあったが、1983年にキングアーサーカルーセルの建設のために現在の場所に移動した。東京版と異なりアトラクション上部に天井がなく、 代わりに中心から周囲に放射状にワイヤーが貼られている。色とりどりの蝶ょちんはこのワイヤーにつる下げられている。蝶ょちんのデザインや色彩などは東京版も含めてすべて同一である。中央にあるティーポットからはお茶会のシーンに登場したドーマウスが何度も顔を覗かせる。日本ではマットハッターはあまり馴染みのない言葉であるためか、 東京に導入される際には、アリスのティーパーティーという日本人にわかりやすい名称が用いられている。なお、ファンタジーランドにある帽子専門店の名称にマットハッターの名称が用いられていた。1986年3月8日に開設されたが、同時にプーサンのハニーハントを建設するため1998年6月1日をもって一時休止。その後、 外観をリニューアルの上、場所を移して、同年11月13日に再開された。1990年6月より、三井ホームが協賛として参加していたが2015年7月に終了しており、現在スポンサーはいない。アトラクションの名称として、マットハッターの名前を全面に押し出したものにしている。ありがとうございます。